はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、今夜も佐渡島からお送りします。引き続き、27日の、佐渡国相川飽きんど会主催、楽一楽座、フリーマーケット青空レストランから将棋の大会なんぞがある、その相川一丁目に熱観光像が出展します。こういう濁り酒も持っていく予定というか持っていきます。奈良の酒です。佐渡の酒ではありませんがなんでこんな奈良の酒を出さなきゃならんかというと、ぜひ皆さんに考え方を変えてもらいてっていうこともありまして、濁り酒ちょっといい値段のいい酒になるとすぐに冷やで飲むのがなんか通の飲み方のような言い方をする人もおるかと思いますが、本当にそうかなということで、濁り酒を関して、まあ冷やで飲んで比べてみんとわからんかもしれんけど、まあ冷やで飲んでもいいし、関して飲んだらもっと運命になるっていうことを、知ってもらいたいもんだもんで、このスキンヘッドの加藤勝則さんが、この木本作りっていうので作ったその濁り酒、強烈な辛口ですっきりとした喉越しのこの木本のドブッツやつを皆さんに関して飲んでもらいます。絶対に関して飲んでもらいます。はい、ということで持ってきました。どうだ、27日、熱燗小僧のとこへ来たら一つドブを関してくれと一言言うてみてください。よろしくお願いします。以上、佐渡伊藤酒店晩酌151へでした。